はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。郁夫様、ご支援ありがとうございました。何でもご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動を資金させていただきたいと思います。戦後78年が経過し、戦争責任ガーが聞きにくくなった。なんせ終戦時に成人してた方は98歳以上、全国にですね推定8万人程度しか残ってない。国民の日本人の 99.9% が戦争の開始にも経過にも敗戦にも何も責任ない、成人してない、なかったんだから、当然ですよね。ですんでね、戦争責任が植民地支配がーって言っても、うるせえよ知らねえよバカ、生まれてねえよっていう人ばっかり言いなきゃ聞きにくい。なので次にですね、中国韓国など日本の敵国が狙うのはですね、汚染水ガーだって話であります。岸田総理、先延ばしにできない、明日22日の閣議で処理水の放流開始時期を決定する方針、何月何日の何時から流し始めます、みたいなんですね。世論です、あそこまで流れができるともう流すしか的な、まあ鼻から納得する気のない人に納得させるのは無理だわな。これいつまでもいつまでも汚染水って言ってる立憲の安倍智子とか、毎日朝日、その辺、は納得するつもりがないんだから、何聞かされても、汚染水ガー言ってんだから、さっさと処理して流してしまうのがベター。暑い中プラカード持って抗議しに来た方々にキンキンに冷えた処理水をプレゼントすべき。これ元が海水ですからしょっぱくて飲めませんよ。パヨなんか無視してさっさと流せ。保証金狙い、ごね毒狙いの福島漁協が反対と。恥ずかしいなーって思うんですけれども、福島に住んでた私は、脱塩した、つまり塩分を抜いた処理水をですね、岸田総理がガブ飲みしてですね、しみるーとか、コクがあるのにキレもあるって言い放つパフォーマンスしてほしい。カンナオタもカイワレ大根食ってたでしょ。政治家は時としてそういうのも必要ですよ。パヤとゴもしばらく魚を食べない投稿多数見受けられました。勝手に食わなければいいんじゃないこいつらだけ。私は食いますけどね。処理水煽りに共同ウイロー通信も参戦しておりました。処理水風評被害に 88% が懸念。これ記事タイトルですね。記事読むと風評被害起きそうだな、88% っていう内容でした。被害が起きそうじゃなくて風評被害、まあ、人の噂、そりゃそうだろう。パヨが 100% 騒ぐしデマ流すもの、そりゃ起きますよ。これ風評被害が起きるのは確定ですよ。タイトルしか読まない人狙いの嘘、大げさ、紛らわしいでした。世論です。国産の時と同じ、捏造アンケート、風評被害が起きると思いますかって説明ひどいだろ。そりゃイエスって言うわ。調べないくせに説明が不十分とか言ってるやつばっか。日本人相手に調査したとは書いていない。科学的根拠を放棄して風評にすがって抵抗するマスコミ、共同通信ですって電話かしてきたら、お前ら相手するしないな私は。風評被害あるいはパヨが嘘つくに決まってんだから、デマ流すに決まってんだから、これでもかーっていうくらいね。奇形の魚の合成画像を作るまでありますね。福島で発見されましたみたいな、こういうのがーって頭二つぐらいある魚の合成画像とか、むしろ被害ありそう 100% じゃないのがおかしいぐらいですよね。共同ウイローに騙される人いるんだろうな、こうやってもな。むしろ自ら騙されたい、こういう記事読んで安心したいっていう、そう、頭がおかしいですね。テレビばっか見てバカになってる層もいるんだろうな。産経調べでは処理水放出賛成 55% でした。反対とわからないどちらでもないが 45% ということで、劣勢ですよ。パヨ、あんなに頑張ったのに、あんなに汚染汚染って頑張ったのにっ
って感じでしょうか。普通の人はもう騙されなくなってきたのだな。アホの立憲民主さん、総理の衆院解散をですね、制限する法案提出準備中だそうであります。秋の国会で提出するんだって。解散権の乱用に歯止めをかけるため、恣意的な解散を防ぐため、解散するって言ったら解散に関する話し合いを持たなければならないみたいな世論です。毎回不信任案出している党が言うことではない。国会の解散は首相の専権だぞ。不信任案は出すが解散はすんなって意味不明。解散してほしいのかしてほしくないのかどっちやねん。維新あーつれーわー解散つれーわー、じゃあなんで不信任案出すんだ。解散に関する審議するって何？これ本当に恥ずかしいよね。立憲に恥なんかないですよ。やだな。恥知ってたら連中全員生きてねえよね。大義なき解散許さない、って言ってるらしいんですけど、大義がない方が野党有利なんじゃないの？むしろ大正義のある解散なんてお前ら困んだろ、野党は困んじゃねえのって思いますけど、解散は総理の専権事項、憲法で定められていますから会見しないと無理なんですよね、実はこれ。でも会見はですね、解散以上に嫌なんでしょ。憲法審査会を嫌がらせと欠席などあらゆる手段を使って5年も開かせなかったよね、立憲は。どうせ否決されるって踏んでですね、要会見と突っ込まれるとまでは考えてない、っていうか何も考えてないだろうけど、まあ解散を制限したいってね、解散を望んで毎回不信任案出してんじゃないの？自らバラしてますよね。そんなつもりはないって、不信任案は出すけど解散はしてほしくないってバラしてますよね。まあ不信任案提出はですね、毎回毎回の信者向けのアピールで全く意味がないんだろうけど、まあそれで喜ぶ信者も信者ですよね。毎回毎回否決するのに、懲りもせず不信任案出して、信者、それを喜ぶ信者はいっぺん脳みそを洗ってこいって、いっぱいカスついてっから、なんか変なものがついてっから、いっぺん脳みそを洗ってこいって話ね。来年度防衛予算は7兆円超えで史上最高額となる見込みだそうであります。試験です。射程 3000km の極超音速誘導弾量産費用も含むだって。量産するんだって。射程 3000km の、誘導弾ですから、巡航ミサイルですか、トマホーク改良型、3000km って感じでしょうか。モスクワは無理ですけど、北京は直接攻撃できます。射程 3000km あると、日本を無傷でですね、中国共産党に差し出したい日本共産党の涙目ですね。どんなへりくつで反対するのか今から楽しみであります。専守防衛から逸脱してるとか憲法違反だーというのは、まあ、このぐらいですかね。来年でやっと7兆円超えなんですけど、 NATO 参加資格の GDP2% は11兆円程度、まだまだ遠いなー。早く11兆円防衛費、揃えて NATO に入りたいなーってとこなんですけど、子ども家庭庁の予算5兆円とですね、男女共同参画予算10兆円をそっくり防衛費に回したらどうでしょう。効果全然見えてねえもん、これらの予算はね。直接的で有意義なこと間違いないですよ。こっちをね、防衛費にしたら、国産兵器開発で内需が伸びることも期待できる。伸びればよし。世界中にそれ売れるようになったらなおよしですよね。車や電化製品や産業用ロボット以外にも売り物ができるのは日本人にとって、未来にとって明るいことでありますね。今日の都内は33度。消費者庁呼びかけ、経口補水液ガブ飲みすんな。水代わりに飲むとですね、塩分糖分が取りすぎちゃうんだって。体に良くないらしいであります。記事読むとですね、まあ2リットル の, ペットボトルには砂糖が 80g 含まれる。2リットルのペットボトル、まあポカリとかアクエリアスとかですか、手元に置いて
自我飲みしてる生主とかよく見かけますけれども、まあ毎日やったらそりゃ体に悪いでしょうね。あとあのナトリウムとかも入ってっから、それガブ飲みしたらね、塩分控えなきゃって言ってる、人、ナトリウムあのしこたま、ナトリウムカリウムですか、しこたまあの飲んだらちょっとまずいことになるっぽいなーという感じであります。皆様も お気をつけください。動画説明欄もっと見るをクリックしてメール党員になってください。日本改革党をご支援ください。毎日メールが届いて月額計90円はお得です。読んでるだけで頭が良くなります。知識も豊富になって知人にマウント取れます。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。